続いては松の柏木による心のデトックス。はい、じゃあ2人には心のデトックスを行ってもらうんですけども、はい、この方をお呼びしました。どうぞ。どうも。よろしくお願いします。登場したのは涙活プロデューサーとして活動する寺井宏樹さん。そもそも涙活とは、涙活とは意識的に涙を流すことによってリフレッシュしましょうという、そういう活動になります。意識的に、はい、涙を流すことによって心のデトックスができますので、うん、今日は遠慮せずに号泣していただきたいなと思っておりますので。あ、なるほど。涙活とは普段なかなか泣く機会がない人たちが集まり、感動的な VTR などを見て意識的に涙を流す活動のこと。泣くことで気持ちがリフレッシュ、心のデトックスにつながるという。泣くことがやっぱ心のリフレッシュやから、我慢する必要はないぞと。そうです、思いっきり泣いてくれと。思いっきり泣くと。というわけでテレビの前の皆さんも一緒に号泣しちゃってください。まずはネットで話題となった親子の物語に寺井さんがアレンジを加えた感動の VTR。 それでは涙活プロデューサー寺井さんおすすめの感動 VTR です。どうぞ。
涙。さあどうだった？松野どうだった？泣いてるね。泣いたよ。いいね、いいデトックスですよ。すっげえ泣いてるね。どうだった今映像見て。なんかこういう話とか、なんかドラマとかでありそうだから、最初はいやこうなるだろうなっていう予想はできてたけど、うんね、やっぱりこうやって見ると泣いちゃったなって。実際見たら、実際見たら、うん、柏木どうだった？いや感動ですねこれ。あ、柏木ももう目キラキラしてんね。結構もうやばいです。もう今でもでそう今出るの？なんかなんだろう、どうだったの、うん、いやなんかすごい気持ちがすごい来たな、自分の心に来たなって思って、それでずっと見てたらもうボロ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 出てきちゃって。続いては寺井さんおすすめ泣ける感動の絵本。いつでも会える。この作品は愛犬シロと少女ミキちゃんの物語。何をするにも一緒だったミキちゃんとシロ、しかしある日突然ミキちゃんが亡くなってしまう。